はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本の宇都宮駅に来ております。2022年3月からダイヤ改正により3両編成が基本となった日光線宇都宮線の混雑状況を各駅で見ていきたいと思います。まずは7時よりちょっと前の黒磯行きの列車、こちらになりますね。発車の約3分前です。まだ車内には空席があり余裕がある感じがします。はい、そして日光線ホームにやってきました。日光線ホームには7時ちょうど発の普通電車日光行きが停車しているかと思いますので、こちらも混雑見ていきたいと思います。この電車も同じく3両編成ですね。まあ、下り電車なんでかなり余裕がありそうです。はい、ということでただいまの時刻7時25分になりました。鹿沼駅の宇都宮ホームの方面のホームはまだ3人ほどですね。ただ改札の外に学生さんが椅子にかけて待ってる様子は伺いました。時刻は7時32分次の列車まで約20分となりました。少しずつお客さんが宇都宮方面のホームに来ております。現在待ってるお客様は約12名ほどですかね、だと思われます。時刻は7時37分発車約15分前、現在待ってるお客様は約30名ほど、どんどんと宇都宮方面のホームに、来ております。
時刻は7時42分、発車約10分前ですね。おそらく50名ほどの方が待っており、改札を通過する方もほとんど途切れることなくどんどん次々と簡易改札を通過していっています。お客様にご案内いたします。今度上下線からは7時52分に列車が発車いたします。下り方面日光行き、ご利用のお客様は1番線ホーム、上り方面宇都宮行き、ご利用のお客様は2番線ホームにてお待ちください。なお現在日光線は朝の時間帯、列車に大変混雑がございます。列車ご乗車になりましたら、ドア付近で立ち止まらず、列車の中ほどまでお進みください。また列車は3両ございます。先頭号車は大変混雑いたしますので、1号車、2号車、3号車への分散乗車にご協力をお願いいたします。まもなく2番線に列車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。2番線50分発の宇都宮駅、まもなく到着をいたします。お客様にご案内いたします。今度7時52分には上下線から列車が発車いたします。日光方面ご利用のお客様は1番線ホーム、上り方面宇都宮駅、ご利用のお客様は2番線ホームにてお待ちください。2番線52分発の宇都宮駅到着をいたします。2号線の内側までお下がりください。車内入りましたら中ほどまでお進みくださいますようお願いいたします。ドア付近に固まらず車内の中ほどまでお進みください。ご案内いたします。現在2番線ホーム停車中の列車は7時52分発の宇都宮駅です。この列車は当駅にて4分ほど停車いたします。宇都宮方面ご利用のお客様は2番線ホーム停車中の列車ご乗車になりましてお待ちください。なお現在この列車は大変混雑をしております。列車内に入りましたらドア付近に立ち止まらず列車中ほどまでお進みください。また車両は3両ございます。
両目3両目が空いております。2両目3両目が空いております。52分発の宇都宮駅です。2両目3両目空いております。時刻は8時16分、次の宇都宮行き8時26分の発車10分前になりました。現在は反対側のホームから宇都宮方面のホームを見ております。お待ちの方は約40名ほどと思われます。時刻は8時21分、発車の約5分前です。お待ちの方は約60名まで増えてきました。改札口からはぞろぞろと宇都宮方面のホームに向かう方が、来ております。8時26分発の電車は発車の約4分前に当駅に入線いたします。接近放送はすでに流れております。今宇都宮方面の列車が入線してきております。ここ最近分散乗車を呼びかけている影響か、ホームで待つお客様はかなり各3両分平均的になっておりますが、比較的階段に近い場所、こちらから見ると後ろ側の方が若干混雑しているように見えます。
今なぜか一瞬黒い磯という表示が出たような気がします。はい、ということでこの鹿沼駅の最混雑時間帯はおそらく7時台ということで、この先はそこまで大きな混雑はないかと思われます。本日は日光線宇都宮駅、鹿沼駅、および宇都宮線宇都宮駅の E131系の混雑状況を見てきました。皆さんは噂されてた日光線の混雑と比較していかがだったでしょうか。おそらく分散乗車等を呼びかけたことで多少はマシになっているようには見えます。皆さんのコメントお待ちしております。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for traveling with us, and we look forward to saving you again.